こんにちは、速稼塾の久保です。いつも動画の方をご覧いただきましてありがとうございます。そして体のエイダの情報をねお送りいただきまして非常に助かっております。多くの方に見ていただきたいんですが、まあでもね、なかなか自分のステーキング報酬が儲かればあとは細かいことはいいよって方も多いのも正直なところじゃないかなと思います。その中で地道に、こうやってね進捗を報告していただきまして、非常に私はその誠実さとね、この知識の豊富さ、あとね解説のねこう分かりやすさですよね。いい声してますよね。で、前回もズームライブとかねご一緒させていただいて、いやーやっぱりいいなと、若いしね、まあ、かっこいいですね、リピさんね、羨ましいばかりでございますと、羨ましがってばかりもいられません。まあ現在ね、体のエイダ科学、羨ましいどころか嬉しいことに327年をつけまして、エポックが切り替わるのも5日ごとなんでね、もう来たのみたいな感覚ですよ。で、いただいた動画3本ありますけど、3本を3日で上げるとほとんどね、その次の日にはまたステーキングエポックの切り替えですよってことでね、いや本当にね日々ワクワクですね。これはね、お金が増えていくこともワクワクなんですけども、自分の関わったプロジェクトが進んでいるってことが、このね使命感といいますか、未来に向かう期待感というかね。そしてこの度ビットポイントジャパン上場しまして、で通常営業がねおそらく9月の中頃だから、もう1週間もすれば始まるんじゃないかなって期待感もあったり、あとコインベースですよね、こちらの方も日本での営業を本格化するということで、コインベースは扱う通貨のペアも多いですし、その中に体も入ってますんで、日本で本格営業するってことは体のもっていう期待も高まるんですよ。それから畳みかけるようにですけども、来月はブロックチェーンエクスポでしょ、準備の方も進んでると思いますけども、こちらの方にチャールズ・ホスキンソンさんも登壇されてねお話しされるということで、いやー本当になんか言うことないですね。私はね、まあ、こういうご時世なんで、ちょっとね伺うことは控えて寄付だけにしようかと思います。いろんな支援の方法がありますんでね、それから体のエイダに関しましてのいい情報をね広めることによって、体のエイダのファンを増やすことにこれからも貢献しようかなと思います。微々たる力かもしれませんし、及ばずながらと言いますとかね、私などね大したことにはなりませんけども、まあ、ただね体のエイダ共に、体のエイダに期待をかける者同士をなんとか速稼塾を通じてつなげることに貢献すればいいのかなと、できればいいのかなと思ってますんで、これからも呼びかけ続けて、リピさんのねステーキングプールに委任される方を見つけていこうかと思います。今後もよろしくお願いします。それではまた5日後ですか4日後ですか、よろしくお願いします。